for Takeshi Kamura and Keigo Sonoda, it's second time lucky to be making the cut for the Tokyo 2020 Olympic Games. Lessons from the race to Rio ensure the Japanese duo were well prepared when qualifying for Tokyo got underway. やっぱりもうオリンピックレースは2度目だったんですけど、リオオリンピックのレースでは本当に勝てない時期が続いてて、で1回戦負けっていうのがすごく続いたレースでもあったので、まあ、正直その2019年度のオリンピックレースっていうのはすごく不安な気持ちもあったんですけど、本当に一番最初に始まる前に、まあ園田に自分はメールして、まあ、こういう形で行きたいと、もう今後、まあ、自分たちの集大成を見せれるように、まあ、ここ1年2人で頑張っていこうっていうメールを本当にレースの一番最初の試合にやって始まったのかなっていうふうに思います。前回の、あのリオオリンピックのレースでは、まあ、なかなかですね、あの勝てない時期が本当に続いたんですけど、まあ、今回は本当に2回目というレース戦う上で2回目ということで、しっかりね、その悔しさを2人でこうぶつけれたらいいというレースにしようと思ったので、その辺ではレースの最初の試合からこう力を合わせてこう今に至ると思います。まあ、オリンピックレースで、まあ、中盤でインドネシアオープン、そして世界選手権っていう大会があったんですけど、まあ、その大会はどれもポイントの一番高い試合でもありましたし、まあ、そこでしっかり上位に入り込めばもうその東京オリンピックももう見えてくるだろうなっていうところではあったので、でもその大会で2試合ともその後輩のホキコバヤシペアに負けて、まあ、その時はすごく気持ちも落ち込みましたし、本当に世界選手権って一番大きな大会で、その年の大きな大会で、いや、目標としてる大会に対して結果が残せなかったっていうのが、やっぱり自分はとても悔しい思いをしましたし、やっぱりここでもう一回踏ん張らないと、どんどんその東京オリンピックに出場できるっていうのは遠ざかってくるなと思ったので、一度そこで園田と話をしましたし、もう一回そこで気持ちを入れ直そうっていう雰囲気ですかね、自分たちの中での雰囲気っていうのはすごく大事にしたっていうのもありますし、まあ、そのおかげがあって、まあ、そこからの試合でちょっとずつまた結果も出始めて、まあ、その2試合負けてその悔しさがあって2人でっていうよりも、まあ、自分がこういろいろ話をしたんですけど、まあ、その試合がなければこうやって出場できたところまで来れてないのかなっていうふうに感じています。やっぱりオリンピックは1年延期ってなって、またそこでなかなかですね、やっぱりそのモチベーションだったりっていうのが、まあ、上がらなくて、まあ、でもそこでやっぱそのそこで腐らずにやっぱコツコツ自分が今できることをやってきて、まあ、そこでこの間の、まあ、全英オープンがありましたけども、まあ、そこでまあ決勝まで行けて、まあ、すごい今までコツコツやってきたのが報われたかなっていう気持ちでしたし、でもやっぱり無観客っていうのは正直すごいやっぱり寂しかったですね。